はい、始まりました。たった一つの先日から見抜けない認めない大人頭脳の子供、その名は下方隼人。今日はお花見について、昔と今のお花見。昔はあのお花見っていうのはみんなで桜をこう桜の近くに囲って、みんなでお酒を飲んだり話したりするのがお花見でしたが、今では、昔はもうほんとただで、誰も敷地内とかでもなく桜が見えたんです。それで桜はしだれ桜とか、そういうソメイヨシとか、なんかそういう桜の品種があって、いろんな桜がありました。で、桜って言ってもほら、一人で楽しむお酒ね、一人月見酒とかでもあるんですけど、いろんな飲み方があるんですよ。多分宴会の宴会酒とか月見酒、あとは二難酒とかね、まあ、あとは、まあ、カップル同士でカップル酒とかね。そのでみんなで集まった時にいつもご飯でやるのは、お弁当に好きな食べ物を入れて、お花見の用意をして、でみんなでイカ焼き、ね、始まってイカ焼きとか焼きそばとか出してするのに、最近ではなんかあの桜を見るだけで、その駐車場の値段を取られたりとか、桜の見るために、そのお花見するだけでゴミが出るからダメとか、なんかそういう、なんかこう変わってきてて、昔と今、昔は普通にその辺で花見ができたのに、その敷地内でいくらかお金を取りながらするのが、みんなそれで困ってて、ね、こっち牛君も困ってるし、ほら桜カエル君は緑桜、まだ咲いてないんですよ、カエル君も牛君も。でそれでお花見はどん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 減っています。でそれをなんでそんなことをするのかわからないんですけど、そのお花見は楽しむこと、お酒を飲んで、で確かにルール違反とかマナー違反の人たちが多いから、それでも減り続けるっていうイベント的に減り続けるっていうのが多くて、やっぱ桜っていうのは綺麗だけど、やっぱすぐ2週間ぐらい散っちゃうらしいんですよ。だから桜はもう自分一人で月見だけっていうのをした方がお得やし、もう宴会するんやったらもうそこの敷地内取られるし、江戸時代の時はほら、あの皇妃の人たちがこうね、したりなんてしてたんですけど、普通の貧乏なところはもうお酒飲んだり、もうその辺でおにぎり食べてもう帰ろうみたいな感じだったんですけど、昔自分が小学校の時にお父さんがあの自衛隊に行きよって、自分は自衛隊の中であのお花見ができたんで、お花見をしてました。でそこでお酒を飲んだり、なんか遊んだりしてますし、ねえ、これをパクッと食べて、よいしょ、ポイッとね、泣けちゃうっていう、ね、花見があっという間に過ぎちゃうように、桜は悲しいものではない、綺麗ですよね。あの大分やったかな、大分か宮崎の方ですごいでっかい桜が、すごい一本桜があって、そこ有名なんですよ。で桜っていうのは桜前線とともに迎える今日明日に、前回の一回の後悔感、キリキリマイキリキリマイソッソ、キリキリマイキリキリマイソッソ、キリキリマイキリキリマイソッソ、キリキリマイみたいな感じで、桜前線はもうブワーって終わっちゃうんですよ。で、あの今今年の桜はいつ咲くか、桜は3月の20日頃から芽吹くっていうように予報台ではされています。だから桜が咲くのは遅いですが、桜を皆さん見てください。じゃあチャンネル登録の方よろしくお願いします。バイバーイ、桜見てねー。